若い人は、石坂洋二郎の長編小説。1933年8月から1937年12月まで、三田文学に断続連載され、石坂の出世作となった。1937年、上下巻として、改造者から刊行された。北国の港町のミッションスクールに勤める28歳の教師、正木慎太郎は、 江波恵子という女生徒の作文を読んで、その激しい情熱に打たれる。一方、同僚教師の橋本澄は、さきが女生徒に惹かれていくのを今しめ、さきは恵子と澄の双方に惹かれる。恵子は両邸を営む母と二人暮らしの私生児である。さきは、エヴァの母の両邸での喧嘩を仲裁して、大怪我を負うが、その晩恵子と結ばれる。このことを知った澄は、 自宅で、左翼非合法活動の集会を開いて検挙される。女優の江波和子は映画化に再始当初、江波稽古役に着せられたため、芸名はこのヒロインにちなみ、娘のエヴァ・アンズーも同様である。またテレビドラマでまさきを演じた、石坂浩二の芸名は、石坂洋二郎にちなんでいる。若い人が好評を得て、石坂は人気作家となるが、一右翼団体が、 その一部を捉えて、不敬の文言があるとして、出版法違反で告訴した。不起訴となったが、この事件は、戦後、不敬罪と軍人布告罪で、告訴と多くの解説、辞典類に記載されてきたが、布告は、偽りの罪に人を陥れることであり、事実とは違っている。これは、新潮文庫の解説に誤って記載されたものが、踏襲されてきたものである。 1939年1月訂正版が刊行された。AI エピソード AI 女子中学校、高等学校。www.iaijoshi-h.ed.jp。2020年5月8日閲覧。軍人不国罪と石坂洋次郎、若い人。順順1965の日記。2020年9月30日閲覧。 正宗白鳥、コロンジ演技。順順1965の日記。2020年9月30日閲覧。小屋の厚し、忘れられた。ベストセラー作家イーストプレス。2018年、117ページ。ISBN 978から47億8161万6476。ありがとうございます。